はい、というわけで実際にアームストロングをニューチョッパーの40度の宙をこちらのディフェンドスマッシュ5枚5番に貼って使ってみました。でもう一つのこちらのラケットも貼ったんですけども、まあ、メインで使ったのはこちらなので、こちらを使った感想を紹介したいと思うんですが、これがですね、思った以上に違いましたね。今まで35度薄貼ってたのと比べて、まあ、打球感、まあ、弾み、硬さですね、重さのバランスというところは、本当にたったこれと比べて、高度は5度の差、厚さは薄か中度、ほんのちょっと差だと思ってたんですけども、だいぶ変わりました。まずやっぱりね、重さかなりどっしりしました。なので、相手のボールを、攻撃を受け止めるという、その力は今まで以上に出てたとは思います。ただ、その分、弾みが増したし、硬さも硬くしたので、ちょっとだからカットのコントロールにおいては、いい部分もあるけれども、難しくなった部分もある。ここは慣れの問題だと思うんで、まあ、私は実際に今まで結構の圧の裏ソフトも使ってきたんで、そこはまあ慣れていけば問題ないかなと思います。まあ、やっぱりバランスの問題があったんで、そこはちょっと難しいんですけども。で、まあ、重さがやっぱりね、全体的に重くなったんで、重心がやっぱりちょっとセンター寄りになったかなというところはあります。なんで連続で攻撃ドライブしようと思った時に、やっぱりちょっと振り遅れる感じがあったりとか、あと結構ね、次の日この腕周りが疲れたりとか、筋肉痛、まあ、筋肉痛ってほどではないんですけども、まあ、そこはやっぱり単純に慣れていくしかないのかなと思います。これはね、もしラケット本体 100g 超えてて、全体 200g 超えてるとかあったら、もう慣れるには時間がかかりすぎて、めちゃくちゃ筋トレしなきゃいけないとかなるんですけども、まあ、08とかですね、そういうラケットだったら、まあ、これだったら本当にちょっとした差なんで、まあ、使っていくうちに慣れていって良くなるんではないかなと思ってます。でね、やっぱりこっちが変わることによって、1枚の方の打球感もちょっと変わってくるんですよ。で、ちょっと硬くなった感じがします。弾み自体はそこまでは変化はないかな。で、バックカットの時も抑えやすくなりましたね、相手の威力を。攻撃の時にちょっとね、ターン前がもともと速い1枚なんですけども、今までよりさらにちょっとね、ボールを持つ感覚、掴む感覚は少し減ったかなっていう感じがします。今までだとやっぱりこっちも薄いんで、そのラケットの振動が、やっぱりしなりが若干、ほんのちょっとでもあったと思うんで、こちらの35度薄を張った時ですね。そうすると、例えばサーブから相手を次はバックハンドで攻撃するときとか、一瞬掴んでくる。そのほんの一瞬というのが、多分これ数字で科学的に測ってもあんま変わらないと思うんですけども、感覚の問題ですね。ほんの一瞬の感覚というのが違ったりするんで、そこはちょっとね、使うんで、まあ、浮いたボールスマッシュとかはまだいいと思うんですけども、ドライブかけて打つときに、ちょっとね、もう少し持ってくれるといいのかなという感じはあります。まあ、ここも慣れの問題はあると思うし、どうかな。やっぱりこのラバー自体もね、ちょっと劣化はしてきてるんで、もうだいぶ3年ぐらい使ってるかな。でね、ちょっと今気づいたんですけども、この人差し指の部分、見えるのがこれ。ここだけ、ね、人差し指が当たってる部分だけ、こう、へこんでるんですよ。こう、まっすぐ来て、こうね、ずっとへこんでるんで、さすがにちょっとね、いくら物持ちがいい1枚ラバーといえども、新しくしようかなと思ってます。で、もう一つの方ですね。こちらももうツルツルなんで、まあ、両方ともね、同時に変えちゃってもいいかな。こっちが、L 粒、こっちが M 粒なんで、まあ、同じのを買うか、あるいは、ML、まあ、どっちか ML 粒にしようと思ってます。今まで使ったことない ML 粒。で、もう一つを L 粒か M 粒にする。まあ、L 粒の感覚は今までこうずっと使ってきてよかったんで、いいのかなと思うんですけども、ただこの M 粒のちゃんとしたやつをまだ使ったことないんですよ。買った時点でもう中古あったんで、表面がちょっとツルツルしてたんで。なんで、まあ、ML 粒は絶対買うと。で、あとは M 粒か L 粒のどっちか、もう最初に買っちゃおうかな。L 粒、ML 粒、M 粒買って、まあ、アームストロングを買ってるだけだと他にもあるんで、まあね、何もあっても困らないんで、買って使うのもいいかなと思います。ただちょっと、ね、値段高いんですよ、これ。普通のオーソドックスとか、A1、A2 とか、割って定価1000円ぐらいで、ネットショップで買っても、あとは国際卓球とか買っても2割引き、3割引き入るんで、だいたい1000円以下で買えるんですけども、これネットショップで買っても2000円超えちゃうんですよね。赤マーク1枚。なんで3枚買うと、まあ、6000円超えるんで、ちょっとね、どうしようかって迷ってるとこあるんですよね。でもせっかくなんで、やっぱり新しいの使ってみたいなってとこあるんで、まあ、これも変えようと思います。で、これ買えるんだったら、この中古ラバーを、例えばツインブレードラケットに貼ってもいいし、ハンドソンに貼ってもいいしとかあるんで、ラケットはたくさんあるんでね、前紹介したように。
ラバーハッタにラケットがたくさんあるんで、まあ、そういうのに回してもいいのかなと思ってます。いずれにしてもこれはですね、まあ、今までより、重さの問題というのはもともとあったのがだいぶ解決されました。あ、その分ね、ちょっとね、バランスの問題とか筋力の問題とかあるんで、だってちょっとね、こちらに貼ってたんで、ちょっとブレードのサイズが違うんですよ。なんで、見えますかね、ラバーはちょっとね、大きすぎるかなっていうとこ、はい、見えますかね、ちょっとね、かなり5ミリ以上はあるかな。なんで、ここ切っちゃえば、もう少しちょ若干だけでも、重心が手前に来るのかなと思ってます。なんで、そうですね、やっぱ重心はどうしても、ラバーが重くなった分、先に来ちゃったんです。グリップをもう少し深くしてガッチリ握るかっていうところも考えられたらいいかなと思ってます。私は全体的にいつも浅めのグリップでプレーしていることが多いんで、まあ、ツーバーカー使ってた時もこっちはしっくりくるかなっていうところがあるんで、このままちょっと慣れていくか、あるいは若干ちょっとだけ深くするか考えてもいいのかな。まあ、カットマンね、深いグリップの方結構多いですよね。こう結構こうここはもうガッチリつくような感じで親指がガチッと入って人差し指をあるいは親指立てるとかガッチリしてる人結構ね割合的には多いと思います。まあ、松下プロそうだし、チェーンウェイシン、ジュセイフクとかで、私が好きなカットマン、まあ、ディンソンとかホインチャーとか結構浅いんですよ、グリップが。あとは、先進方はですね、私はこっちは気に入ってて、ね、長いことこれでやってるんですけども、まあこれで全体的に重さ増したことによってよりね、このねディフェンドスパッシュの5枚5番の本来の良さというのが出てくるのではないかとは期待しています。あとはバランスの問題。表面の引っかかりはね、すごいいいです、これ。粘着ではないんですけども、若干ペタペタする感じがしてね、非常に好感度が、なんていうのかな、ちょっと感覚はいいです。で、スポンジもですね、思ったより硬い感じはしました。まあ、今まで使ってたのは、このね、35度の薄ですごい柔らかいんで、ただね、こっちもね、40度の、今中なんですけども、ラバーのその表記には40度が弾まない、ターン離れが遅いか、でこっちが35度がターン離れがごく遅いと書かれているんで、こっちでもね十分でターン離れが遅くて弾まない方なんで、本来はコントロールはいいはずなんですけども、もともとこっちを使っていたもんで、その差がちょっと大きかったですね。でこれでブロックしたときに、この、ね、35度薄いブロックは、ね、すごい止まるって言われてね、普通のフォアラリーやった時でも相手に非常にやりにくいっていういやらしいボールだったことを言われたんですけども、ちょっとね、そこまで癒しいものはこっちは出にくいかなという感じはしますね。またここも慣れの問題なんで、うまく使いこなせれば、より変化を出せるようになればいいかなと思います。なんでちょっとね、これはもうちょっと、ぴったり切って、まず3日左右テープも貼って、ちょっと筋トレもしながらね、慣れていって、よりこのラケット、ディフェンドスマッシュ5枚5枚とニューチョッパー40度中の両方ともね、良さをどんどん引き出していければいいかなと思っています。でこちらも一応少しだけ使いました。35度の薄いにこのコルクグリップラケット、おそらくヒノキの5枚5枚、コルカか、バルアタックかどっちか、まあ多分コルカだと思うんですけども、でこれもねすごい感覚良かったです。やっぱり非常に相性がいいんです、このヒノキと、柔らかいウラソフト。なんでね、感覚は良かったんですけども、いかんせんこのねグリップがやっぱりね、グリップのフィーリングが違いすぎるんですよ、この普通の木のグリップと比べて。もちろんこれグリップの幅もだいぶ違いますし、幅はあんま変わんないか、厚さも違うのかな。ちょっとね感覚が違いすぎて、そこは使いにくいかってとこはありましたね。で今までよりやっぱり若干ね、普通は今までやったらこういうグリップなんで重心が前に行き過ぎたの、上に行き過ぎたのをラバーを軽くすることによって若干良くなりましたけども、まだやっぱりね普通のこういうラケットと比べたら重心は上の方にあると思うんで、これもちょっとね、四角に言いたらいいと思うんですけども、ちょっとここはね、当たって痛いんですよ、このエラの部分が。多分こっちより大きいと思うんで、はい。まあ、ここはね、ちょっと削りながら使えばいいのかなと思います。で、感覚はやっぱりね、やっぱりこうという感じで、こっちは1枚、こっちが、薄なんで、どうしても球離れは早いというか、あんまり球持ちは良くないはずなんですけども、やっぱりヒノキの素材というのが球持ちがいいもので、これはやっぱり組み合わせは非常にいいです。なんで、これでもね、こうラケットを入れより引き出すためには、こちらの場合はやっぱり表面引っかかるものに変えて、あとね、これはね、まあ結構いいと思うんで、この組み合わせ、35度薄と、引き抜き、これはこれでもね、今後も使っていこうとは思っています。はい、ということで今回は、こうラボを入れ替えたニューチョッパーの35度、およそ40度の中を入れ替えたラケットと組み合わせのことをお話ししました。使った価格ですね。まあ今後、さらにね、これをね、ブラッシュアップして、より
ラバートラケットの性能を引き出せるように、まあ、若干改造していったりね、また練習を重ねてプレード感を上げていこうと思います。ぜひ、皆さんもこのアームストロングラケットのラバーはおすすめですので使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。